されていた莫大な木は今この肉体に限界を超えて満ち、マグマのごとくたぎっておるのじゃ。これまでわしは煩悩のままに生きてきた。そんなわしが煩悩を封じた。小猿のようだったあの悟空が本当に成長したの。もっと立ちが悪いわ。お主のような面倒な技を使うやつを始末するのがわしの役目というわけじゃ。その意味がわかるか。確かにすごいもんじゃが、勝敗はやってみんとわからんぞ。本当に成長したの。あれ、あの、そんなマジに捉えて。よもや破壊神と立ち会うことになるとは。長生きするといろいろあるの。今この肉体に限界を超えて満ち、マグマのごとたぎっておるのじゃ。お主のような面倒な技を使うやつを始末するのがわしの役目というわけじゃ。これまでわしは煩悩のままに生きてきた。そんなわしが煩悩を封じた。その意味がわかるか。一度は手を組んだとはいえ、やはりお主は危険じゃの。なぜ悪に走る。技が泣いておるぞ。一年ぶりだってのに審判のないやつ。確かにすごいもんじゃが、勝敗はやってみんとわからんぞ。一度は手を組んだとはいえ、やはりお主は危険じゃの。結局強い者が勝つ。簡単なことじゃよ。もう持たない。総員急いで脱出して。わしの弟子の体を好き勝手にしようって。お主なぜ悪に走る。技が泣いておるぞ。ちょっと待て。そういうことはもっと早く気がつきなさいよ。老いぼれを侮ると足元を救われるぞよ。悟空よ、武道家としてさらなる高みに進んだようじゃの。武術の才能はなかなかじゃが、わしに勝てるかの。一度は手を組んだとはいえ、やはりお主は危険じゃの。限界を決めるのはまだ早い。わしはさらなる上を、高みを目指し続けるのじゃ。本家本元亀仙竜王。一度は手を組んだとはいえ、やはりお主は危険じゃの。お子様には負けてられんわい。下がってきなさい。浪費されていた莫大な木は今この肉体に限界を超えて満ち、マグマのごとくたぎっておるのじゃ。混じり合ってるわけじゃなく、その部分部分でムラがあるのよ。これまでわしは煩悩のままに生きてきた。そんなわしが煩悩を封じた。その意味がわかるか。まあそうね。あの虫たちだけに致命的な疫病が蔓延する未来が訪れるかもしれないしね。だったらさ、起きてだとか風習だとかそんなもん放出してあげたいよ。よもや破壊神と立ち会うことになるとは。長い。武術の才能はなかなかじゃが、わしに勝てるかの。しょうがないでしょ。おしゃりな。なんの真似。いや、なんていうか、俺
それがそうじゃないんです。偽物どもか。何？それを知らずに殺されるなんて、まっぴらごめんだわ。そんな技術があるならマルクは死なずに済んだんじゃねえのか。分かったわ、頼りにしてるね。二人の方が早かったでしょ。これが邪悪竜の頂点に立つ俺様の真の姿だ。一息つきたいわ。マジに取られても。いつも思うんだけどよ、露伴先生って誰かに似てんだよな。誰だっけかな。何？私はずっとあんたたちといたじゃないの。いいな。なんだかわかんねえがぶちのめす。あんたは何こんなとこで観客のふりしてんのよ。ずいぶんと厚化粧みたいだけど。これが悟空の本気か。次元が違いすぎる。似てるのは上っ面だけみたいね。悪いけどあんたみたいな汗どうせまともな頼みじゃないんでしょ。で、そうじゃなくて樽の中の。やつらじゃない。なぜって。あんたは何こんなとこで観客のふりしてんのよ。え、ちょっとあんた人の話全然聞いてないでしょ。と思ったんじゃないでしょうね。正義の炎がわからないんですか。な、何。そうです、公表されているだけで村が48、町23、お城が8つに、盗賊団666、国を2つ壊滅させた。落ちろ。あったら。それがそうじゃないんです。もう持たない。総員急いで脱出して。そんなんで落とそうなんて甘すぎるんじゃない。一斉射撃開始。遅い。あんた私を殺す気。次は絶対勝ってやる。この先に行かれちゃ迷惑なのよ。そんな理由で困ってる人を見捨てるなんてひどいですよ。ずいぶんと笑わせてくれるわね。あなた一人でこのナーガ様とその他一名を倒せるとでも思って。無駄だと言っ、大きな虫が。アメリア、都市伝説がカサコソ言うか。美味しい話を独り占めしたいがためにおかしな連中を雇って私に足止めをかけるとは。けれどあの程度でこのナーガ様をどうにかできるなどと思うなんてまだまだ青いわね。あんたよあんた、キョロキョロしないで。ほらそこの黒いマントに茶色い髪の背と胸のちっちゃな娘。ちょっと待て。とにかくこの虫さんたちはこれほど困ってるんですから、彼らがここから出られるように私たちも協力してあげようじゃないですか。そんな理由で困ってる人を見捨てるなんてひどいですよ。そんな意図は。
引くだなんて。私はただ協力すればガウリー様とずっと一緒にいられるようにしてやるって。え、もう閉店なんですか？たとえ見た目がどんなに不気味で、動くたびに関節がきしんだり、つつくと悪臭のする黄色い液体をまき散らすとしても、やんのかよ。この仮住まいはこれ以上拡張も難しく、我らが同胞3万は身動きも取れぬほど部屋に押し込まれ、運動不足解消に卓球やウェイトリフティングをするのがやっと。危なかった。身動きも取れぬほど部屋に押し込まれ、運動不足解消に卓球やウェイトリフティングをするのがやっと。辛い生活。なるほど。そうですけど。今の声は？今の天井裏から出てきて天井裏に消えていったのは、人として認められなかったんだ。人類の夜明けだわこりゃ。紐の防御に力はいらない。それよりなんだってまたこんな面白いじゃなかった、怪しげな宗教を起こす気になったんだ。そんな、たとえ見た目がどんなに不気味で、動くたびに関節がきしんだり、つつくと悪臭のする黄色い液体をまき散らすとしても、とんでもなく広いんですね。そんなこと言ったって。ああ、誰だおめえは。やんのかよ。通じたのよ。今こういうことするのもうやめときな。将来ろくな目に合わないわよ。こんなに手こずるとはよ。考えたってしょうがねえぜ光一よ。夢見が悪くてな、あんまり眠れなかったんだ。枝毛か。今の天井裏から出てきて天井裏に消えていったのは、もう中で暴れる音も聞こえないような。お代価はともかく凶暴かってことはなさそうですね。苦労してきたんですね。あんたね、今度見つけたらその場で速攻蹴りをつけちゃる。もしかしてリナさんに体の知れない術で操られてるとかなんですか？それどころじゃありません。確かにこの虫さんたちもキスジアゲハの幼虫だと思えば不気味さも薄らぎますね。ここまで言うなら語って聞かせてあげようじゃないか。ということはどういうことです？この仮住まいはこれ以上拡張も難しく、我らが同胞3万は身動きも取れぬほど部屋に押し込まれ、運動不足解消に卓球やウェイトリフティングをするのもやっと。辛い生活。無茶ですよ、こんな狭いとこで呪文を使うなんて。やってみます。ここから。それは分かりませんけど、私たちから離れようともしませんね。何か訴えたいことがあるのかも。あれ、厳しく辛い毎日、地も太陽もなく、ただただ思いは腐葉土と苔のある大地に早く戻りたい。それが全ての同胞の願い。どうかよろしく頼む。この命にかけてお前を倒す。私たちが追いかけてくれるぐらいのスピードであっちこっち引きずり回して、私たちの体力奪うってんでしょうけど、そうはいかないのよ。まさかお前、この村の人たちを戦のある国に傭兵として売り込む気か。調子に乗るな。正義の炎がわからないんですか。18町23、お城が奴に、盗賊団666、国を2つ壊滅させた。血を雇って私に足止めをかけるとは。けれどあの程度でこのナーガ様をどうにかできるなどと思うなんて、まだまだ青いわね。あんたよ、あんた、キョロキョロしないで。ほら、そこの黒いマントに茶色い髪の背と胸のちっちゃな娘。でもこんなこと言ったって、せっかくみんなでかっこよく決めようと思ってたのに。懐かしい名前がよく出るな。それって完全な逆恨みじゃん。あれが夢だなんて。俺がダメなんだ。今の俺は身も心も頭の中もクラゲなんだ。ブルッシー、おめえのようなプッツンとは会話してる暇ねえんだよ。こんな
とこにまだ歯型がついてる。そうなのよ。それで私たちもえらい迷惑こいててさ、これからそいつらをぶっちめに行くとこなの。正しいことなんてどこにもない。自分にできることをするだけよ。敵艦に向けて各員発射準備を。ですね。大体あんな大物に聞くと思うか。後で俺らの方が働いたんだどうとかってこねるじゃねえぞ。いつの間に。そんな技術があるならマルクは死なずに済んだんじゃねえのか。ドリッシュだけど、あなたはこれ以上私につきまとわないで。この暗い子の敵嫌いだ。死んじゃえ。油断しないで、あいつかなりやるわよ。生きてるって素晴らしい。デタラメもあそこまで行くと立派なものね。なかなか勘の働くやつらじゃない。